のエクストララジオは岩手県花巻市が生んだヒップホップスタービックリマンのメンバー5人が b ボーイのリアルな視点で痛快かつドープなトークを繰り広げます。聞くだけでポジティブになり運気や健康状態が良くなると言われています。それではイッショータイム。聞きたくなってきた。いや、聞きたいよな。聞きたくなってきた。聞きたいっていうか、あのボタンどうかやったっけ。クソザマでした。なんか聞いてきたな、おい。あれエクストララジオ。びっくりなんだ、エクストララジオ。ガムゴム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 デブ。ん？ん？最後のやっぱ言葉がちょっと違うかなって。あ、俺もガムゴムすげえよかった。俺なんか傷ついたわ。まあ俺のことなんだけどね。ん？より一層傷ついたわ。ん？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 違うかな？聞いてるかな？そのままでいいよ。変えないで。そのままでいいよ。大丈夫だよ。このまま聞いてて大丈夫だよ。そういう大丈夫よ、肩透かし精神剤打ってきた方がいいんじゃないの。え、精神安定剤。精神剤って何。精神剤性犯罪。おい、やめろ。あ、もうその性犯罪癖は治ったの。そういや、肩透かしは。まあまだまだなんだ。くっそうだね。気をつけな。すごいね。姉ちゃん気をつけな。どんなラジオだよ。やばい方向に行ってますね。マジ そろそろ怒られるよね。そろそろ怒られるけどね。モットーはね、清純派ラジオっていうので始めてるんだから。何ミリもない。清純派キュンキュンラジオ。それで始めたのにもうキュンですって、ね、考えてから。危ねえ。性犯罪ラジオになってる、ね。そうだね。まあ今日もね。そうだね。長嶋茂雄のルギョーです。あは。ちょっと小豆島出身恵比寿です。ルギョーねえけど。島小豆島。小豆島はあれだ、わかんないけど あるよな。キッチンの奥の方。バッツアキラです。神田です。いや、詩吟かと思ったわ。天津木村来たのかと思った。厳しいな。インフラデフレ、何でも来い。偽総理のポン酢。そんなポジションあったのね。偽総理のポジションは誰もやってないから。偽総理ってすげえパンチラインだ。偽総理すげえパンチラインだ。ポン酢で偽総理。偽総理。ああ出たね。いやすごいね。偽Let's and go and me Win Shun 日本カーの肩透かしです。いらなかったな最後のかな。いらなかったと思ったよな。シュンもいらなかったな。レッツアンドゴーの世代なんで。アンドミーぐらいではダッシュ4クロの後のレッツアンドゴーですからね。ああ、ミニ四駆は、はい、ね。みんなもね、あんま知識ないから。あんまね、ミニ四駆そんなやってなかったんで、うん、ぶっちゃけ、はい、片透かしとミニ四駆一緒にしたことないんじゃない。城、ね、とかは作ってたよ。城、うん、プラモデルの一人で。うん、ハローマックで買って、ね、買ってもらって。はい、はい、だ城とかは買ってもらったのは誰の。その
あの生き別れのお父さん。生き別れじゃねえよ。じゃあ何？偽総理に買ってもらった。偽総理。僕こうやって見てたら超便利。僕って買ってあげようかって言われて。偽総理で総理に買ってもらった。いいの。乗るんだ。白の。それで白のプラモデル買って。いやちょっと天童さんがですね、はい、あ参加してるんですね。今日もリモート参加してるんですけど、はい、無言で LINE の、うん、そうですね、テレビ動画なんですけど一応繋がってんです、ね、ただ無言なんか喋れないらしくて、ね、無言で顔のスタンプみたいなやつを多用してくるっていう今状況がね、うさぎの耳がついてるんですね、うん、頭に皆さん想像して。おあ牛結構 LINE の電話使いこなしてます ね、うん、そうですね、うん、こんなんもある、まあ、お食事中の方はすいませんけど天童が映ってますね今画面に、うん、お食事中わかんねん陰部見せかけるみたいな言い方じゃないですか、ね、目で見えないからね現状は。でも今日はね天童さんも、うん、無言参加ってことで、ね、無言でね本当やっぱ何も言ってくれない新しいスタイル、ね、何をしてるんだろう、ね、聞こえてるのかすらわかんないけど、うん、やっぱ天童さん大家族なんでやっぱ多分布団の中に潜ってるんですよね。だから喋れないんですよ。だけど僕らの言ってることは聞こえるんですよ、うんうん、つまり先週と立場逆なんですよ。ああなるほどね。あ先週はもう言いたい放題暴露。ああなるほど、はい、今回はあいつはもう喋れない状態にいるんで。何暴露しますかね天童いろいろあってもあるね。そうだね。いろいろなろうけどちょっと全部言えないようなちょっと。俺の家族に謝れ。聞こえてる。俺の部屋ない。隣に全部聞こえてた。そうなんだ。すいませんでしたね。家族でね。本当に一家で。はい、聞いてるんですね天童さん。天童立派なお父さんだなって思ってましたカンブルデーカンブルデー福井市のビッグダディって呼ばれてる天童大好き天童がお父さんだったらいいのに、ね、わ天童が可愛い名前がいいこれも、これも嫌みたいっすねこれも、まあ、俺らにしかこれ分かんないよ。コロッサ LINE できましたねメッセージが。やべ、怖え。牛の文面で見る方怖い。牛のスタンプにまみれてっけど今ね怖いっす、やばいっす。これがサイバーテロリストじゃないかこれが天童これか、はい、やるって言ったもんね。これがサイバー攻撃ってやつだ。しゃべれないけど、うん、この文明のスタントゥーザカーメンじゃないですか。違う目だけ出てる。これ目だけ出てる。白くなってるもうわからない。いや天童ね、まあ、これはもう何のこっちゃだからね、多分気になるんだよな、もうなんか目の前にあるもん、ね、怒られますね。いやー参ったなー、これちょっとここでぶっ込む ね片塚さんの斬新な企画、うん、それちょっと3秒でパッと、よし、あんころ餅を作ってみようイエーイではなく、あ違うんだ、ではなく、いやもうなんか人パーサミできるじゃないですか、なんとかゲーム的なやつ、なんとかゲーム的なやつね、うん、剣山を食べてみようのコーナー、イエーイイエーイ。じゃあ片塚さんからどうぞ。剣山がねえな一休さん一休さん剣山を持ってきておくれコミボールなのよ一休さんかよわかんねえな。
トンチ聞いてるなってことを言いたい。一休さん最近見たのかなと思って。見てねえ。絵本。見てねえ。なるほど。取り入れたのかなと思って。やべえ。いや今日はうん、いつものようにね、はい、ちょっと曲を作って。いいですね。うん、バカの一つ覚えみたいにそうだ、ね、曲を作っていって、はいはいはい、みんなに届けたい。いやだ俺たちは。はい。ああ。イエー。イエー。イエー。カタスカシがかまって。イエー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 。達成の。今日の曲。要するに何なんすか、ねうん。いやもうね。曲を。曲を作って。はい。行こうじゃないかと、うん、バンバンと、まだあのルールやっとるんじゃいっていいっすねやっとるんじゃいっていうことをやっぱみんなにね、はい、届ける仕事だと思ってるんではい、はい、なんでいいこと言ってっからすげえやな心に刺さったら、今日はムカつくななんかあるんすよねビートがビートがそうですね提供していただいた提供していただいてどしどし提供してください、はい、どしどし今回は届いております1984レペゼンボーンズおマットブリーチイエー DJ ショータイムふぅ AKA フラップナイスイエーオンザライスニガニガというフラップナイスビーツおー、はい、盛岡のいい、ねはい、どうやら今年ジャジースポットからもビートマジっすか、うん、出すらしいんですよねアルバムで面白い企画、面白い企画はいいやー行きたいっすね楽しみ楽しみですねチリホットよりもホットなねホットチリペッパーのね例えですね例えホットな例えハサミチリホットよりホットなショータイムの、ね、ショータイムのビートで、ね、イケメンのイケメンですね、はい、モテオのどこにどっかに行けば会えるんですよねあ、そうですね行ってもいいのいいよあーロンロンスタンダードわかりました今アーロンスタンダード行けば、はい、バキキバキバキバキのバキバキに決めてやってる、ね、俺はマジで理想の顔ですねはいあ、じゃあ交換してもらってそうです、はい、好きです、ね、その割には招待も肩透かしに冷たい、うんやっぱそういう目で見てるからねまあやっぱ仲良くなるのに時間がかかったっていう今度2人で飲みに行ったほうが古戦とかね古戦とかね確かにでも古戦行くと、うん、やっぱなんかこう助け船があるから、うん、ダメなのだから多分お互いにダメじゃん、うん、ああだからなんかすげえおしゃれなバーとかショットバーみたいなお前初デートじゃねえからなんか勘違いしてねえから好きじゃんつってね助け船ってすごい話ね。こくる気でいる。うん、いやなんかね、いやまあどうでもいいやこれは。すげえなんか巻き込み事故食らってるから。マジで一緒にね魅力にあふれるパーティーをやってきた。そうですね。ボンズお友達ですよ。うんはい、マジで。招待。はい。招待。ねえ。ビートを聞いてみましょう。聞いてみますか。それでちょっとイメージして。招待の AK フラップナイスビート。どうだ。くる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 。おーおーおお。ひえ。うん。うん。ひえ。ボイ。ボイ。ボイ。悪いな。悪いね。デトロイトみたいな。デトロイト。わかんないけどデトロイト行ったことない。鉄を感じるね。鉄を。鉄を。アイアンだなアイアン的な硬さとツルツルさと鉄ね確かにな鉄っぽいね鉄っぽいね鉄がハマるねいいね感触的にはチーズいいねありがとう天道がマジもありがとうまあいいや、ね、ラジオの前の皆さんはねどんな感じでそうねイメージしたでしょうかビートいいねおなんか今メールが来てるお
こんなタイミングで、こんなタイミングで来ることあるんだ。え、まだちょっとちょっと生じゃないよね。生じゃないんだけど。生じゃないけど。今メール今ちょっと、まあ、今一旦そのね、ちょっとビートでビート合格っていうのはちょっとテーマを、まあ、ちょっとちゃんと決めるってことなんですけども、ちょっとメールちょっと挟みますね。ラジオネームフランスパパンさんからのメールです。ありがとうございます。ビックリマンの皆さん、こんばんは。こんばんは。片透かしさんとショータイムさんは昔から仲が悪いと聞きましたすごい。そんな片透かしさんにとってのショータイムさんのとの一番の思い出を教えてください。いい質問です ね、 すごい。僕も気になりますもん。一番の思い出すか、うん、緊急ですね。仲が悪いわけじゃねえけどな。そう、そんな強がらなくても、まあ、聞いてない。そうは聞いてないけど、うん、実際はどうなのかってどう、いや全然俺は思い、あの、うん、好きなんですけど、うん、けどなんかその、うん、やっぱ俺が単純に、うん、あの結構人見知りするんで、それをなんかこうちょっとうまくこうコミュニケーション取れなかったっていうのはあっただけで、全然なんかあのね、結構2人だけ彼女いなかったりとかした時もあったりとかして、俺手とか繋いだ、手とかは繋いでないけど、付き合ってるって聞いたけどあ、だから、うん、そっからちょっと、そう、ムースーンカフェ行ったりとかして、ね、一緒に2人でそれが思い出ですか。それが、それか手繋いでムースーンカフェで、ムースーンカフェってまだある？わかんない、わかんない、あんのかな。すごい懐かしい、懐かしいビル、ね、なんか盛岡とかのさ、なんかちょっと若い子がさ行ってたよ、ね、なんか行く、なんかちょっと登場的な感じだった、うん、レゲエパンチ飲んだ記憶があるわ。そうそう、そこで初めてレゲエパンチを飲むみたいな感じのね。モンスーンカフェっていうのをさ、はい、あのそうだ、なんかそのパロディーしてて、そうなんだ、ケカそれショータイムのお兄さんがやってたんじゃないか。違う、ケカ嘘、ショータイムのお兄さんってなんかそういう経営さ、そう、お店のなんか確かになんかやってるね、なんか青胡椒、そういうつながりもCT33 ビルのね、そうそうそう、はいはいはい、CT33 ビル、そうそうそう、はいはいはい、懐かしいっすよ。あったね、いやーそう、ね、なんかつながったね、なんか CT33 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 いいな、思い出は あんまねチャリぐらいねチャリぐらいねだからあんまそう偏るとあれだからね。そうだね、やっぱね、鉄なんだよ、ね、鉄、鉄てかメールの答えた、いやなんか答えたは答えたけど、手繋いでムーンスランカフェに行ったのと、うん、とあと確か1回だけ、うん、多分この中のな誰かもいたけど、カラオケに行ったことがあるんだよな。あるね、あるよね。なんかその時に何歌うんだろうと思ってたら、うん、ユニコーンの大迷惑歌って意外とか思って意外だ、ね、なんかすげえ一緒に誘って大丈夫だったのかなって感じの空気が出ちゃったんだけど、ユニコーン歌うんだと思った時すげえびっくりして、いい、ね、それいい話じゃない、はい、っていうのが結構今思い出した。ミスチルも歌ってたよね。いいね、パーティーでね、パーティーで、パーティーの最後に最高じゃん。これきっとまたグッとくるね。すごい、聞きたいね、聞きたいね、招待翔くんの趣味だよ、趣味な、特別なリサイタルだね、それリサイタル、すごいね、招待、招待、招待リサイタル、リサイタル、何のこっちゃ、リサイタルかな。そんな翔ちゃんと会ってくれ、そうね、そうですね、もうだって毎月会ってたわけだからね、前は、うん、そうだね、あのレギュラーイベントありましたからね、マザーさんで
前付き合ってた前付き合ってた前付き合ってたと思った。今でこそねこんなね時代になっちまいましたから月に1回なんてねちょっとあれですけど想像しがたいですけどね。うん、もうね、でそれの、ね、かね、中で片須賀さんとショータイムさんは愛を育んでいた。ひそかに、ひそかに、そう、ね、タップル彼氏彼女、ね、タップルで、まあ、アーロンスタンダードって俺が考えた店名だしね。やばいやばいやばい、消される消される消される、消されるとかどうって言った。嫌われたね。嫌われたね。今見回したね。今のは嫌われたね。本当にみんなぜひ行ってほしいですよね。うん、何回くらい行ったことあるんですか。俺はまだないですね。おい、撮ったやつ。すいません。まだ行ってないんですけど。特別の日に。早く来いよとか思われてそうですけど、まだ行ってないんですよね。いや、けどそんなことないんじゃない。ちょっとオラみたいな芋みたいなやつがいい。緊張するもんで。で行ってほしい。エスプレッソ飲みにな。エスプレッソ飲みに。え、こんなちっちゃいんすか。でもどこだっけ昔さ、あのなんだっけ、めっちゃおしゃれなさカフェあったじゃん桜山に。なんだっけ。めっちゃおしゃれ。あ、じゃあウードさんかな当時。あ、うん、ウードさんに行ったさ、うん、めっちゃおしゃれな。桜山にあったよね。うん、そう初めてさ確か。うん、俺とポンズと誰だ、天童か誰か3人ぐらいで行ったんだよね。うんうん、そん時にさ分かんなくてさ、エスプレッソってな何か分かってなくて、うん、でなんか、うん、間違いねえのかなと思って、うまいんだと思って、うん、エスプレッソって言ったらすっげえちっちゃいあのすごいちっちゃいので来て、うん、えってなってあのマジで知らなくて、そのそういうもんだってすげえなびっくりしたって。でいいですね、すげえ結構な。でコーヒーも今はすげえ好きなんだけど、うん、当時そんなにこう、うん、なんだろう、分かんなくて飲む習慣がなかったから、はい、なんかめっちゃ俺のその時の俺にとってはすげえ苦い感じの凝縮した濃い凝縮してるやつだから、ちょっとだもんね。なんか分かんないで飲んで、うん、ってどうしたらいいんだろうね。けど誰も食らったことあるよね、その小ささと嘘そあのまま飲むじゃないの。あれだからさ、なんかちょびちょびなんじゃない。ちょびちょびな。初めてエスプレッソを飲んだ時に、飲んだ時は、うん、まあ食らうよね。食らうね。食らったな、びっくりしちゃって、うん、あれっつって、俺のなんかの缶コーヒーのエスプレッソしか知らない味というね。そうそうそう、うん、しか知らなかった、ただの、うん、世間知らずだったんですけど、うんうん、ミスチルじゃん。うまい。世間知らずだった少年時代から付き合ってたのやっぱり。まあね、テーマ決めないとテーマテーマ、あーマジでう、マジでそのそれはただ、うん、あの俺が知らなくて、マジ間違いないもん出してくれてたんだと思うけど、うんうん、カフェウードさんもねマジであるからなんかジャジスポのふわっとした話になって、うん、なんかふわふわみんな言ってくださいよ、うん、喋り終わってやんじゃねえよ。エスプレッソの話どこまでのもんだったんだよ。曲なんでしちゃったんだろう今エスプレッソの話。曲のテーマね。曲のテーマね。まあ鉄まあか偽偽ソモリか。偽ソモリ。でも違うか。マキ不思議だ。ちょっとあの残り時間2分切りましたけど、ちょっともう一回聞いて。ちょっと聞いて。ちょっと直感で。ですね。はい。まあ、全て最初から決まってたんだけどな。なんかその何あの分かんねえやあれイルミナティ系の番組見すぎた男みたいな発言だった状態で。でもアイアンみたいな感じで、アイアン鉄って感じ、アイアン時代もなんかその、うん、アイアンな、アイアンマン的な感じ。確かにデトロイト感も本当に感じてきた。昔デトロイトンっていう曲なんだっけ、何ですか作ったの、デトロイトンって、デトロイトン、デトロイトンだお暗い、お暗い、忘れた内容全然OK。
ケー、じゃあこれで。そうだね、来週から。来週鉄に、アイアン鉄についてちょっとそうだ、ね、ラップ仕上げてきて、ラップ仕上げて、ラップを書く、書くんだ。あ、書く。はい、翔くんに向けてね。はい。天童もアイアンいいねってちょっと言ってくれたんで。言った、はい、言ってくれたんだ。アイアン、アーロン言ってたんだ。提供はアーロンスタンダード。行ってみたいね。行ってみたい。ありがとう。アロン。エクストララジオ。余計なこと考えなくていい。目の前の道をただ進めばいい。その手をスルリスリ抜けてったものなど本当に必要なものじゃないだろう。 I have a dream story。 道のりかけらかき集め開く destiny。 時に腹を決めなよ。思いついたように諦めたりすんだろう。止まることがないならば終わることはないだろう。Oh yeah, oh yeah。 止まることがないならば終わることはないだろう。 Like a rolling stones、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  Like a rolling stones。絵に描いたようなストーリーなら周知の通り、大それた題名表記だろう、冊子の通り。目を覚ませばだいぶ見慣れたいつもの部屋、おなじみの温度差、ライブオンダイレクサイティナイバー。本家本元を見逃した、ライブオンダイレクサイティナイバー。本家本元を見逃した、 Like a Rolling Stones、 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 Like a Rolling Stones。 坂道を転がれ、速度を乗せて、好みを削って、心をちぎったけだったらいいけど、期待通りだったらいいけど、もどかしさ、意地らしさ、塩らしさ、ぶち込んでさ、みっともないのもいいだろう、みっともないのがいいんだよ。動くことがないならば転ぶこともないだろう、動くことがないならば転ぶこともないだろう。 Like a Rolling Stones、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 Like a Rolling Stones。